リハビリで最初にやったのタップダンスなんですよ。そうなんですよ。なんかタップやってるとなんかその音楽の中の一部になれる気がするんですよね。なんかちょっとビート、うん、なんか俺ビートの一個になってるみたいな感じがするんですよ。例えばちょっとこんな感じで、もともと興味がずっとあったんですけど、なかなかタイミングというか環境がつかめなくて、でそのまま興味を持ったまま進んでたんですけど、自分がまあ今の年になって今後の人生を考えた時に、その、まあ、今後年をとってもダンスっていうものはきっと自分の中で人生の中で切り離すことはできないんだろうなっていうふうに考えて、じゃあでも今と同じダンスがあと10年20年後にできるかって言ったらそうでもなくて、結局今の踊りっていうのはね、若い人にはもちろん勝てないし筋肉も衰えていくしっていう中で、それでもじゃあダンスっていうカテゴリーの中に自分を置きたいなと思った時に、あ、タップダンスだったらもしかしたら長く続けられるかなと思ったのと、結局年を取ってなんかこうタップダンスおじいさんになって白髪になって背中が丸まってもタップが踊れたらかっこいいなっていうふうに思って始めました。だから今が全てじゃなくて、どちらかというと10年20年後の自分を想像して始めたというか、それがきっかけですね。